これは速報ニュースです。これは900ニュースです。今日は日本時間11月15日です。ドコモ公式サイトによりますと、2023年11月15日、水曜午前11時8分頃から、日本全国でD払いの一部サービスがご利用いただけない事象が発生しております。2023年11月15日水曜午後12時33分頃に回復しました。手払いについてインターネットのように、手払いはレッドドコモのオンライン決済サービスです。主に日本の店舗や小売店、薬局などの実店舗で利用されています。手払いペイは使い方は簡単で安全性も高く、現金紛失などのトラブルも回避できます。